マージャンファンの皆様、こんにちは。本日はフォーカス M シーズン7、85、86回戦の模様をお届けいたします。実況は私、中野妙子が、そして本日の解説は山井博プロが務めます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。このフォーカス M は M リーグに照準合わせ、切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはこの方です。第2期往来戦優勝、菅原博恵プロ。続きまして、 M リーグでは角川サクラナイツ所属、岡田さやかプロ。そして第15期女流王冠、川原舞子プロ。最後に鳳仙 A1 リーグ所属、近藤久春プロ。以上の4名によっての対局となります。それでは前回までの成績表を見てまいりましょう。はい、成績表がこちらとなります。近藤が現状7位ですね、プラス 142.5 ポイント。そして菅原、川原、岡田とマイナスポイントと現状なっております。はい、それでは対局場の準備ができているようです。フォーカス M シーズン7、85回戦統廃の開始です。よろしくお願いします。なおルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。85回戦、トンチャに菅原、ナンチャ岡田、シャーチャ川原、ペーチャ近藤の並びです。トン1局ドラはチーピン、まずは菅原のハイパイドラが1枚、そして岡田です。一メンツ完成してます。川原、ピンズの両面ターツがある形もとてもいいですね。そして今度はトンガトイツ。山井さん、改めまして、はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずは4社のハイパイをご覧になっていかがでしょうか。親番の菅原が一番いいですかね。はい、近藤の手配も、これは近藤好みと言っていいか、ちょっと面白くなりそうな、はい、いい受けがあまり残ってないんで、はい、まあ、ちょっとスリムに構えつつ、まあ、本一とか統一系の手を見て、はい、安全牌をできるだけ多く持って進行してますよね。はい、まあ、いきなり788のターツのね、7切って両面をこう否定して、はい、うん、切り出しがとても派手な感じに、うん、結構やっぱり、序盤にこう早い手が入る人もいるんで、はい、まあ、そういう人のための対応ですよね。まあ、こうやって地を貯めといて、はい、受けに回ると。さあ、菅原、換算マンを引き入れました。こう一発裏も赤もあるルールですので、自分が何もないと本当に怖いですよね。赤もなくドラもない。そうですね。だから近藤の手だと、これはもうトンは仕掛けないですよね。1枚目は当然スルーしてますけど、はいはい、2枚目も多分スルーするぐらいじゃないですかね。ウーマンを引き入れた赤が2枚になりました。川原6、7、8の3色はもうならないですね。さあ、こう女流プロ3人と、そうですね、近藤という、うん、なかなかない組み合わせが、なかなかないですよね。ちょっと近藤さんに始まる前に聞いたんですけど、うん、どうですかって、こう女流プロ3人と、うん、怖いねって言ってました。怖いんだ。ここはあんま関係ないけどね。まあ、女流プロも男性プロも。さあ、パーピンを統一にした。ここでパーワンの統一、うん、はい。ちょっとこれで本一で打点も見えるようになってきたから、はい、今度は仕掛けるかもしれないですね。ポンポンすることが。先点でテンパイ取りましたね。はい、岡田が数万落ちして、ヤンソーとパーワンのシャンポンでテンパイを入れました。タンヤを赤。一数万がちょっと薄かったですよね。あ、はい、さあ今度、さあ、パーマンが切り遅れましたか。はい、岡田の上がりとなりました。今度がパーマンの統一を落としてる。統一落としっぽいもんね。チーマンチーマン打ってて、はい、パーマンなんで持ってるのって感じはしますね。まあ、一応スライドもあるけど、2枚目の地面はね、つもぎだったから、はい、2000点の上がりとなりました。と2局、岡田の親番ドラは吐く。また川原はシャー、ウーピンとトイツですが、トイツが3区に、ちょっとっぽいかな。近藤の元にドラの額が1枚、1メンツ完成。
菅原はメンツはありません。メンツは払っていきましたね。さあ今度チーソーを引き入れて、ここは6チッパーが見えますね、はい、引き締まりました。菅原も難しい手配だけど、カンパンも赤馬は使い切ろうっていうことですね。9万も統一にした、これでチートですね、はい、1枚切れの9ピンを切っていきました、あの自敗のね、やっぱりこう白が自敗なドラなんですけど、こういうドラの時にあまりまとまってない手だとチート絵が有効ですよね。1枚のちほど引いた時にこう使い切れるというかね、嬉しいというか、なんかもう単品系になってたら引いたら嬉しくないじゃないですか、厄介なの来たなって感じがするんで、来ても大丈夫、嬉しいような形に今していってます、そうですね、使い切れるというかね、さあ川原はチート位置のイーシャン点となっている。ここでチューンを切りました。チューンは先ほど切られてまだ1枚切れだったんですけど、ね、表示牌に1枚あるので、でもね、比較的メンツでもまだ見てる感じはしますね、川原はね、そこまでチート1本って感じではまだないかな。ハツが統一ですが、まだ場に切られてないこのハツは、いやこれはさすがに泣かないと思うけど、まだどちらも見れる形、一応ね、想図の上はそんな悪くないんで取ってるだけで、まあ、ほぼチート絵ですよね。なんかチート絵の方がまだ打点も見えるし、泣いちゃったらもう1000点になっちゃうからちょっと安くなりますね、はい、で早いかっていうと早くもないし、みたいな。ただチートのみのリーチはやっぱちょっと怖いんですよね、終盤になればなるほど。ですね、押し返しが、はい、結局間違い悪いから相手がねやっぱ高い手で、もうリーチ無視してこられたらね、勝ち目がちょっと、だから相当いい街になってれば、まあ、リーチもあるけど、この中だといい街は何になるんですか、ね、スペーが2枚切られちゃったから、あまりもうないですよね、ドラマチになったらどうしますかね。ドラマチはいいですよね、あ、すいません。さあ、なかなか両者手が進まないですね、全然みんな、ツモとハイパーがマッチしないから、ドラが誰の元に行くか、これも一つ。ドラは誰、近藤と菅原しか持ってないですもんね、まあ川原受け駒はね結構あるから、流派も泣いてないし、近藤も天杯まではきつい、菅原もこれでチート位になりそうだけど、さあ岡田が、岡田がね唯一ピン風手で二差しが見えますよね、これで。一応、ピン図、二面図も見て。はい、9ピンを切っていった。さあ、ここで、リアンソー手に置きましたね。この順面になると、誰かもう闇点入ってるかとか、イーシャン点ぐらいいると思って、岡田としては警戒してるんですけど、実はね、誰もそんなに手が進んでないという。誰がドラを持っているんだっていうふうに思いますかね。まだ山に2枚残っています。まあ、終盤になってきて結構無筋とかションパイの自敗とか、打ってきた人は 100% 降りてはないんで、前に来てるんで、まあ上がりには来てるってことですよね。結構もう降りてると、まあ3段目この辺りぐらいから筋とか現物とか合わせてくるようになるんで、まあ、あとペーチャとかだと親の上茶なんで、やっぱ親に対して無筋切ってると経点とかも取られやすいから、まあなんか、あ、降りてはないなっていう感じはしますよね。まだ行ってるっていうのが、こうやっぱり何を切るかによって分かってくると。さあ、トーンが重なりました。ここで多分、まあ、赤馬を切っていた、ってことはこれは行ってるってことですよね。菅原はまだ来てるなっていうふうに見えるって、岡田は当然泣いて、ションパイのトーンってきたんで、ここも来てるぞと、っていうふうに相手がね、こう押し引き、相手の押し引きが分かると。さあ、岡田が、菅原が切った赤馬を注意してイーシャン点となっております、この手。
泣かれにくそうだったんだけどね、ウーマンがね。そうですね、うん、マンズの中頃数万がノーチャンスになって、うん、そうワンチャンスだったからね、はい、でウッパーピンがいいと思ってるから、ウッパーピンはね岡田の現物なんだけですけどね。さあここで川原は9万の統一に手をかけました、うん、それで、はい、まあ、例えば近藤とかはチーピン合わせてるし、はい、川原もなんか持ってなさそうな球をこう手から出てきたってことは、なんか統一感落としっぽい、まあ2枚切れてるから統一落としですけどね。さあ球層をこれは振り点だからちょっと菅原としてはえって感じ。球層切ってましたね岡田は、もう切ってた球層ですが、これを注意してテンパイを入れました。岡田一数万待ちですが、これは形式テンパイですね。あ、テンパったよ。さあテンパイをうまく入れてドラ短期のチートイツ、おおお、なんとか粘ってテンパイ。川原はウーピンをポンして先ほど初をあんこにしていました。換算層でテンパイを入れた。9万統一落としでね、あ、回ったかなと思ったら、はい、あれって生きてたみたいな。生きてましたね。近藤からするとあれと、そうそう、近藤は一人の点に、やめてくれ、決着つけてくれっていう感じ、はい、さあまだ白もありますね。白あるよね。3層2枚白あるもん。あ、白が川原のこれだけは打たないっていう感じですね、はい、川原も。あれってことは積もったんじゃないですか、あら。あら？ポンだもんね。うわー、食い上げられてる。うわー。ショックだね、これは。菅原が積もっていた。何するのって感じだよ、ね。白ですが、川原がポンしてうまくテンパ寄りましたが、ドラを持ってきておいた。さあ、トン2局は岡田、菅原、2人テンパで連続となりました。見えてはないですが、うん、川原は分かってるからね、はい、食い取った、悪い気はしないですよね、うん、食い取ったなって。そうですね。外に聞く一本馬ドラは三層、岡田の親番が出てきます。メンツはありません。赤馬が1枚。さあ川原、白が統一、統一がイーシャンテンですか。今度はチートネーション点ですかね、はい、チートイズのイーシャン点ちょっと横にもつながってたんで、はい、どうかなっていう。まあ赤ウソ来たら文句ないですけど、とりあえず白はスルーですね、はい、ピンズがねちょっと連続系じゃないから微妙っちゃ微妙。さすがらも形は悪くないですが、川原がもうすでにイーシャン点です。でも残して、どちらも残して、うん、チートイだったらね、はい、ローマン打っちゃうかなっていう。そうですね、リアンピンかローマンだから。もう赤ウーマンとか来たらもうメンツ手に行くのもありですもんね、うんうん、そうですね、うん、赤ウーマンない。さあ白の2枚目、あ、チートにしましたね。はい、これは泣かない。白統一落としもあるけど、入り方によっては白統一落としもあってね、はい、単品系に行くっていう。菅原はドラメンツが完成している。刺し子はちょっと難しいですか。素直に言いそうかな。刺し子があるからね、官労層が弱いし、ウーピンにはくっつけたいから、はい、ただドラ持ってきた時に位相使いたいっていうことですよね。135の両冠にしたい、はい、ちょっとそれで迷いましたけどね、はい、まあ素直にローソ入ったらテンパイだし、ここは位相切りと、うん、これチートにするならもうローマンかリャンピン切った方がいいですよね。痛いですね、リャンピンとした、うん、でも一応2メンツあるけどね、はい、まだ頭がなくて数層、これは嬉しいですね。これでウーピンかチーソー、安全度ですね。今度はもう確定したんで、どちらも切るからどっちから切るか、そうそう、うん、危ない方を先に切ると、はい、ちょっと場的にはどっちも選べないんで、うん、まあ一応ウーピンに赤ウーピンとか、はい、ピンズくっついたらもう一回メンツ選択できるんで、チーソーギリッとしましたね、はい、さあ菅原いい瞬間、うん、これでウッピン切りですね、安全度で、はい、ウッピンを切った。岡田もメンツは完成しましたが、うーん、ドラ三層だからね、チーピンは場に1枚切れている。ピンかな、マンズ、イーマン1枚、リャンマン1枚か。おー、ペン3枚、ペン3層払った。いそう切っていった。チートイでも一応残るから、はい、っていうのありますよね。どちらも見ての選択と。
あと、想像の下が相当馬的に、ドラがね、3走だから悪くなるのは当然なんですけど、はい、まあ、相当悪いと。ペン3走で進入するよりはっていうことですね。はい、今のうちにそこは切っていくと。はい。近藤が一応いいシャンテンになってますね。くっつきのいいシャンテン。さあ、近藤がいいシャンテンまで来ました。目いっぱいは受けず。ちっといですよね。急走は切ってると。はい、さあ、どうだ。パーソーは、連敗は取れますが、これは不満か。とりあえず取りましたね。はい、一旦パーソーとパーワンのシャンポンで天敗を入れました、近藤。役はありません。1万引きか、ソーズ横伸びでですね。はい、うん、河原もチート1のシャンって長引いてますね。上がれない。パーソーは近藤の当たりた、いや当たり牌、欲しい牌でしたが、役がありませんので、論することはできません。ドラ。うん、これで、そうね。受け子もあるからね、河原。はい、さあ、チーソー引き入れた。で、またく行きましたね。急走、はい、が4枚飛び。パーソーを切って、近藤が闇点を入れました。6急走待ちのピンフの手。ウーソーを切ると、はい、イペーコーがあるんですけど、数走、はい、引いた時の3面ちゃん。あ、なるほど。で、ドラ受けっていうことですね。だから、パーソーを切ったと。はい、まあ、安全度もありますよね。リアンウーソーに当たったら嫌だっていうのもあるから。はい、イペコを取るよりも安全度と手配変化を見てパーソーギルト、はい、なるほど。急走がないからイペコじゃんとこう思ってしまいそうですが、うん、ただこれもありますよね。これでチーソー打って関数走でドラを使い切ると、はい、うん、ただまた役がないテンパイとは、うん、そうですね、なりました。まあ、今度はまたリアンソーとかね引いてくればいいけど、はい、リアンソーの、あー嬉しい、3走引き。さあ、川原がウーソー短期のチートイツ、テンパイを入れました。チートイツ、赤、ドラドラ。これ、龍波短期面白かったけどね。あ、もう勝負してと。地獄待ちでリーチもあったけど。現状、ウーソーは山にはありません。ないんか。なんかね、この順目だと、はい、安牌で1枚抱えてる人もいたりするから。残っている可能性もある。さあ、テンパイ。佐川原はが3サプロス走でテンパイを入れてリーチとなりました。ああ、流派ここにありましたね。ここに来た、ここにあったね。数走、これは中筋であります。筋の方打つね。数走、これは比較的あれ、あ、切らない。関数走嫌だったか。でもドラ3走だからね、はい、1、3、5で、まあまあ、ウーソー短期だからっていうことでしょうね。もう上がり目がほぼないから、はい、勝負もしかしたらの宝珠になるのはちょっとこう見合わないほとんど通るんですけどね。135から先に 1、はい、1ドラ3走ですから、はい、結構引っ張るんで、うん、先に1を打つことはあんまりないんでね。リアンソンは切れてれば別だけど、はい、切れてないからほぼ通るけど、形的にあんまね、勝負するっていう、打点的には結構勝負の手なんですけどね、待ち、はい、的にと、うん、近藤もリーチを受けて転敗していましたが外していきました。流派短期面白かったけどな、うん、まあどこで出るかですけどね、はい、なんなんでしのがれるから。流派短期でリーチすると、はい、2人の手詰まりになる可能性もあったから、うん、出ている可能性もありますね、うん、まああと上がった時の衝撃をもあるよね。地獄短期、ってそう、まあ地獄短期振ったことあります？ありますね。ありますよね、はい、結構衝撃じゃないですか。やられた感があるでしょ。やられた感はすごいグッときますよね、うん、そうそうそう、あれが僕は好きなんですよ、うん、さあ、菅原の一人転敗で流局となりました。去年の十段戦だったかな、はい、秋さんに地獄待ちやられて、秋さんって地獄待ちしないっていういつも言ってて、なんかイメージにないですね。そう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 、って思う。地獄待ちだったんですか。チートいつの流派短期だった。いや、チートじゃなかった、メンツテのメンツテの、そうなんですね。ドラドラかなんか77ぐらい言っちゃって、はい、うわーと、それで負けちゃって、それにやられました。それにやられた。さあ、
トン3曲、流曲2本場となっております。川原のエヴァン、ドラはキューピン、岡田白がトイツ、ドラ受けのヤンメンと集まります。親の川原はメンツはなし、近藤はチーピンがあんこ。さあ今もう一メンツ完成したところです。ドラキューピンですよね。キューピンは菅原のもとに1枚。まだね、大物手がバーンと出ない出ないですね。雰囲気ですよね。じりじり流局が続いてます。近藤の手がね、いいですね。お、菅原もドラキューピンじゃなきゃ ね、キューピン切りたいけど、もう今切ってもいいくらいですけどね。まだ残して9万を切っていたカンちゃんを払っていくか、うん、数層はやっぱ3色の種として残しましたね、はい。なんかね、ファンパイ、はい、泣かれた後にキューピン切りづらいから、切りづらいですね、うん。まあ、ここで切ってもいいくらい、うん。重なったら嬉しいキューピンですが、うん、重なったら嬉しいですね、はい。さあ川原は逆にキューピンを今切っていきました。それで菅原も切れるかな、うんうん、切りやすくなったね。チーマンが痛い。まあ、キューピン切んじゃないですか。もう一回スチーマー引くかもしれないし、切らない。まあ親がね、はい、ドラ切ってきたから安牌候補として、はい、ってことかな。安全牌にもなるし、自身も使えたら嬉しいっていうことですか。意外と手悪いねそうなんです。これで思い切ってキューピン切っていったなっていう、まあ親ですからね。そうね、さあトーンがトイツになりました。うん、まあ、まあ嬉しくないけど、おいい形を求めて、はい、切っていきました。となるとトーンポンしますか。一応、うん、ポンしても全然形いいんで、はい、なんかしそうな感じ、近藤さんはいい形ですね。うん、なんだ、数万か。赤馬あるよね。ローピン切った。今度はストレートにリーチ、はい、いけると。赤馬引いたら、さすがは赤嘘。ここはもうドラか、ここはチーソーでしょ。チーソー先に、うん、ドラ親限だからね。あ、はい、チーソー切っていった菅原がイーシャンテンです。まあ、チーソー残したらね、はい、ロキソー引くとさらに広くなるんだけど、ちょっと最終形がね、はい、短期になっちゃったりする可能性もあるから、まあ、今両面両面で、はい、固定でいいかなっていう。さあローマンがトイツ、いい、おお先にこっちか。イーソー安全度だ。あ、なるほど、ね、もう親がドラを切ってきてるっていうのもあるんですかね。そうね、それでイーソーは残して、はい、まあトンポン点は取るぞってことですよね。まああとサブロス入ればもうシャンポンに決めてるってことだから、はい、ウーマンちょっとロスだけど安全度を優先と。まあ確かに手がそんなね、頑張る手じゃないから、はい、打点がそんなにあるわけじゃないですよね。そうそうそう、現状、まあ、トンがね、はい、アンコになってくれると大きいですね。リーチトンで積もって裏市とかね、漫画になるけど。さあ先ほど菅原が切ったキューピンを岡田がチーをしています。白が統一のイーシャンテンになるんで、白の後付け嬉しい。トンをアンコにして、うん、嬉しいね。はい、近藤のリーチとなった町はサブローソーです。3アンコもあったけど、まあさすがに2面にしましたね。ここは上がりやすさで一回上がりたいところですか。うん、さあトンションパイ、うん、まあ両面両面だからね、はい、勝負するでしょう。さあ白をポンして岡田が一数万でテンパイを入れました。白ドライチ、川原は引撤退。親ですけどこの手だといけないか。菅原も押すね。これはもうテンパイしたらトンも勝負ありますか。勝負ですね。うん、自分の受けが弱ければ別だけど、サブローソーと一スピンですよね。そんな悪くはない、悪くないですね。さあ近藤のリーチに対して岡田がどこまで行くかですね。はい、今のところペー、まあ、3万ぐらいなんで勝負したのが、はい、おー、すまがった。数万岡田の上がりとなりました。白ドラ1、2000は2600の上がり。これはこう機敏にキューピンチーして、キューピンからね、チーで白バックでいきましたね。ちょっと怖い仕掛けではありますけど、
今みたいに買わせると相当大きいですよね。大きいですね。見事に上がりをものにしました、うん。まあ、実際川原の手はねそれほどでもなかったんですけど、はい、あ親の手もね、うん、勝負手入ってたら蹴れた可能性もあったので、はい、結構大きいですね。さあトン4局です。イーシャンテン、イーシャンテン、ハイパイイーシャンテンですか。近藤の親番ドラは3ピン、川原嬉しい、第一つもがドラの3ピン、ペン3ピンを引き入れました。今とかね白打ってもいいような気がするんですよね、はい、なんか白重なるよりもチーマン引きとかの方が嬉しいから、はいはい、もうこの手をもらったら、うん、なんかもう面前でリーチ行きたい手かなと、うん、白泣いたら3球になっちゃうから、はい、だったらもう目いっぱい行った方がいいそうね。3層行くと2冠になるから、はい、ここでもスリムにしていきましたね、うん、ここでも白切った方がいいね。競技麻雀はちょっと受けもあるから、はい、スリムに構えたり白絞ったりとかもするんですけど、やっぱ一発裏ドラありで、はい、結構やっぱあの手だったら広く、うん、広く受けていった方が、うん、山由さんのおすすめ、うん、この手だったらね、はい、あの弱いんですよまだペンチイソとかイーソーとかね、はい、あの辺が受けが弱いから、もっと他で形良くなったらとか、そうなんですよ、いい形を作りたいから、はい、ウーマンとか、はい、まあ、2、2、3、4、5、5ってウーマンものことも天パターで天パイです。シャート9ピンのシャンポンでリーチとなったのは菅原、これはもう早い順目なんで、はい、シャートとかね9ピンは狙い頃と、うんうん、すぐ切ってもおかしくないですね。そうですね、岡田手詰まったらシャアが出ますし、はい、岡三者も手はまとまってちょっとまだ行きたい、あ、シャア、そうですね、もうすぐに出てもおかしくないんですが、うん、まだ手に残しています。そしてローピン切りとのリーチとなっているので9ピンももしかしたら狙えるかもしれない。これがだからパーマントリャンマン、はい、リャンマンがあればね135でペンチースを払ってって、うん、まあ一応、はい、イーシャンテンぐらいにはなってるかな、うん、川原の手は両冠両面のねだと勝負の形じゃないですか、はい、今だともうちょっとね勝負にならないんで、うん、ベンチイーソーもあるしベタ折りかな、うん、ただチーソー引きました。こうなるとちょっといいピンが痛いですか。いいピンも痛いし、まあ、もう引きの手ですね。でもねもう遅いかな、はい、何打てるんだ、もう目つぶっていくしかないって感じですね。想像全く情報ないし、さあシャアと9ピンですが、シャアが山に1枚、9ピンが1枚残っています。岡田のシャアがどうなるか、近藤もちょっとどうですか、押し返しもあるかもしれないか、まあ、9ピンは出ないけど、はい、シャアはね持ってきたら出そうですね、うん、近藤親だし岡田がやっぱ手堅い ね、 うね、もう現物しか切らないもんね、うん、甘えてシャア切らないね。シャア切っちゃいそうですけどね、切らないですね。いやもうね、はい、こういうこの赤ありマージャンは中途半端に行かない方がいいんですよね、はい、行くときはもう徹底していって、はい、やめるときはもう筋も何も自敗も切らないみたいな、ベタ折りっていうこのルールで M リーグの舞台で戦ってる岡田ですからね、そのあたりの、そうね、まあ、こういうね甘い一杯が本当致命傷になったりするんで、はい、今回が打点がそんなないにしても、まうん、そうそうそう、もう手詰まったらでも出ますよ、はい、あの筋かシャア打つんで、はい、ただまだ今打っていないというのが素晴らしい、うん、E ピンのとことかねちょっと甘えてシャアぐらいね、はい、打ってもよかったんだけど、ちゃんと我慢して、菅原の風でもないですし、うん、困ったねこれは。何が通りそうですかね。ピン、まあ、3ピンドラじゃなきゃ3ピン打ちたいんだけど、はい、筋の3ピン目つぶって急走とか切るしかないかな。さあ川原の選択は嘘、ね、となった。一応両層の筋、うん、さあ両マンを引き入れました。天杯ですね。ただん天杯天杯ではない、換算層の天杯は取れましたね、数ピン切ると。ああ、と、そうね、はい、取らずね。ただそれは取らず。ああ、岡田シャア出ちゃったね、はい。菅原の上がりとなった裏ドラは乗りません、リーチ。1300の上がり。ついに現物が途絶えたって感じですかね。いや、でも菅原からしてもちょっと時間かかったなっていう感じは。そうそうそう。ああいうのね、時間かかると嫌だよね。はい。早く上がんないと。
押し返しが怖いですね。受けも弱いし安いし。さあ南一曲菅原の親番ドラはパーピンです。白がドイツ、ドラが1枚ありますね。ちょっと苦しい。1日差の3色が遠くに見えますか、うん、ですかね。岡田1メンツ、川原は1メンツ。お、近藤が赤赤ですね。いいね、高いね、はい、第1質問で流派が統一になりましたが、これはどうしていくか。いやでも統一が4組ですか。近藤、岡田は2差しかな、これで。うん、2差しも見つつ、さあこの手自身で流派あんこにした、うん、これだとね動きもあるし、はい、どう動いていきますかね。いいですね。動くとしたらなんかトイトイにするにはちょっと真ん中寄りのパイすぎるんで、5、5、6ですからね。ちょっとやっぱり横系にしたい感じはすると思いますけど、まあ統一でもでもなくはないですね。ローソー今ちょっと切るかなっていう感じでしたが、急走と間違ったんじゃない、多分ローソーはね、さすがに横の使いたい。そうですよね。お、これはドラドラドラになったね、はい、ドラを固定しましたね。キューピンを切っていって、うん、これは白ポンもありますね。菅原も親の菅原もチャンスティーになってきました、うん、ちょっともうちょっと形良くなってから出てほしいけど、まあ泣かざるを得ないかなっていうところですよね、はい、ペン三マンとペン三ピンだからね。ちょっとどっちか一個だけでも待ってほしい。そうですね、うん、ちょっと仕掛けるの今ポンだとまあちょっと遠いんで、上がりまでいけるかどうかが微妙、はい、さあなんだ、残した方がいいと思うけどね。チュンを切ってですか、目いっぱいね。ウーピンをポンしたのは近藤です。チュンを切っていく、打点がないね、これ、はい、パーピンドラでもなく赤もなかったら、はい、ウーピンでいいと思うんですよ。もう本当にスリムに構えて安全牌で、はい、白も泣かないっていう方針でいいと思うんだけど、はい、これは打点があるから、はい、打点があるかつ形があまり良くないので、うん、その種は残しておきたいっていうことですか。そう、やっぱスーピン引きとローピン引きはね相当痛いんで、ピンズあの辺全部もつもげになっちゃうから、はい、さあテンパイを入れた近藤、スッチー総待ちです。リャンマン食い取られたのか、赤赤、まあね、2着目だしね、もう一上がり欲しいとこでしたけどね。さあこのチーソーは近藤の上がり牌となった岡田からチーソーが放たれました。流派赤赤ですね。3900の上がりを決めた。さあ一つ上がりが生まれました。トップ目の岡田からの上がりとなりました。やっぱね、はい、日本プロ麻雀連盟は、はい、一発裏ドラなしの競技ルールがメインなんですよね、はい、だからまあ打ち方をねやっぱ変えないと、うん、あの上がりルールはね、はい、やっぱ高くなりやすくて、うん、前に出てくる人が多いから、はい、武系だとねちょっと勝負しづらいんですよね、うん、あの一発売らないと結構一人旅になったりとか一騎打ちになることが多いんで、多少具形でも終盤まで行けば上がれたりするんですけど、やっぱりこの麻雀は形が僕は本当いつも言ってるんですけど大事かなと。よくいい形を作って、そうですね、両面リーチをする、積もれるリーチと勉強会でよく聞きます。そうそうそう、積もれるリーチね、相手からの出上がり期待ではなくて、積もれるリーチをできるだけ、まあそうならないね、はい、理想通りにはいつもいかないんですけど、目指していくと、そう、それを目指していくと勝率上がると思いますけどね。さあ何二局岡田の親番となりました。ドラは三走です。菅原ドラを引き入れた、うん、これはもうチート一本になりそうですね、はい、シャー白は残してペイが、うん、薬牌か、薬牌なんです。ペイは一枚引きれですが、じゃあ一応ちょっと本一とかも見えますね。もう一回見てだね、うん、シャー一切れ親弦か、残したいけどな、うん、まあ、白ペイがあるから受けは効くけど、はい、白もちもちだ。そして川原が白が統一、
ビャンメンできた。近藤も早そうだね。はい、パワン。本一にもなりづらいし、ドラもあるしね。ただ残しましたね。リャンピン切りとした。シートになりそうだな。他もちょっとこれ、1、2、3を見ていますか。ただ、統一が4組になりましたね。統一4組ですね。まあ、チートが本戦だな、岡田も。うわ、岡田。さあ、引き。これ、ペンさんも払っていって。今度はね、具形、ほんと嫌いなんで、ペンちゃんとかね、払っていきますよね。払うのが早いですね。うん、そうですね。さあ、川原。ドラ1あるからね、白は泣きたいけど、まあ、もうもちもちだから泣けない。はい、あ、もちもちじゃない、ごめんなさい。1枚ですよね。流派か。じゃ泣けるかもしれない。チューンは置きました、手に。パーマン切りとした。連想は残しました。今度はこう、横に。決まっている手なんですけど、うん、ちょっとこの菅原とかも難しいですかね。ただ9万があんこになった。じゃあ選びますか。まあドラ切れないから白チューンどっちか切るかな。9ピンとかありますか。ああ9ピンか。まあ字が高すぎるもんね、盤にね。本当ですね。ペイとトンとシャンが、はい、シャしか出てない。三元牌が全く出てない。これで出たね、チューンが出た。これで近藤も切りやすくなった。これは切る。もう砂原ぐらいの手だったら受けですよね、はい、この順目であの手だったら。岡田は親ですがどうしましょう。いや親なんで粘りたいんですよね、はい、ちょっと1、2、3の3色や、うん、1の3色、うん、まあちょっと難しいかな。どうですかね。さあ、E ピンが出ましたが岡田は 1の3色泣きません。13色同行か、はい、あそれはあるね。ポンポンしていく。ちょっと遠くないですか。もう全然じゃ無理だね。ちょっともうチート1がもう泣かなかったんだね、はい、2枚目ね、うん、チート1本。川原もチート1みたいになってきましたね。ちょっと難しい。あー、まあ、チートは嫌だよねっていう、はい、チート1は見切った。さあ、そして今度は赤馬に数万がくっつきました。サブローマン？なんだ？サブローマンリャンウソのイーシャンテン。想像がまだ待ってるね。リャンウソ。さあ、岡田もやっとメンツができて前進です。うん、川原はトン2枚目も打たれてるしきついね。ションパイのなんと。トンの統一に手をかけた。今度はリーチと行きたいですね。じりじりと。ジャンキューか。はい、なんか闇転しそうだな、近藤さん。お、闇転という選択ありそうですか。リャウソーとサブローマン。はい。一発裏ありですが。普通はリーチですけどね。はい、山井さん予想だと、近藤はこれ持ってきた闇転がありえそうだと。リーチとなった。ましたね。さすがに。サブローマン待ちで近藤がリーチです。5000点ボーリーチ。これは嬉しい。ドラメンツ完成させてですからね。うん、リーチ。でもちょっと迷いましたよね。終盤。なんかしっくりきてないんだろうね。なんとなくだけど。いいのかなっていう。ちょっとね、場が異様な本手が入ってる可能性があって。あの多分みんな自敗抱えて受けてる感じはするんだけど、一、はい、人ぐらい本手いるんじゃないかなみたいな。なんかそんなちょっと読みづらい感じですか。うん、そうそう。もう打点的には絶対的リーチなんで、はい、リーチは打ちたいんだけど受けを考えるとっていうことですね。そしてそのサブローマンですが、手に2枚ローマンが持たれている場に3万だけ。4枚山5ですか。あ、2枚か。山 4、2たす2は4だ。たし3。この終盤で4枚。この終盤4枚は大きいね。多いですね。親以外はなんか使えなさそうだし、はい、さあ、
近藤のリーチが入っています。サブローマン待ち、まだ減っていません。イーシャンテンだ、イーシャンテンだけどっていう形ですか、うん、でも親ですし、なんとか、うん、そうそう、テンパイだけ、うん、リャンピンがでも4枚切れてるから、ポンかな、あ、3ピンポンできる、3ピンを切れてんだけどね、ポンしました。親の岡田が3枚引いたらチーム打てる、はい、ローマンはアウト、まあ降りると思うけど、3層が川原のもとに、岡田がペン3層のテンパイを入れてますが、現状役はありません。減ってないですか。ああ、スーマン打てる。これはセーフ。スーマン打ちます。打ちますよ、これ親だから。いけるいける。中筋。うん。ね、打ちました。うん、スーマン打って、次ローマンとか無筋引いたら、ちょっと。とどうかな、あ、びっくりした、今切られるかと思ってしまいました。リーチピン打つも赤ドラ裏は乗らず、2000、4000のつま上がりとなりました。どっちみち積もってますから、はい、今度は3万で、3万かローマンでした、残ってましたからね、山に、はい、やっと満貫が出ましたね、はい、ちょっとこう意外なっていうか、もっとバチバチ高打点が飛び交うなかなと思ってたんですけど、最初に決めたのは近藤でした、うん、今回は守備型が多いね、はい、結構ね、結構なんか守りが、はい、昨日はなんかバチバチしてる人が多かったからねその中に山井さんが一人と、そう、そう、女流プロに囲まれて、あ、づらいなと思って、ガンガン来るんだもんね今日は同じ女流プロ3人でもちょっとタイプがまた、そうね、守備型がちょっと名前を浮かべただけでも、うん、そうそうさあ、南三局、川原の親番、ドラは言いそうです。現状近藤がトップ目ですが、まだ4名とも2万点台と、うん、まだ全然わからないです ね、川原上だし、はい、さあ岡田がペイが統一、自家製のペイを統一にしてドラが統一になりました。川原も形はいいですね。ドラからポンもあるか、あ、ドラをもう3巡目にして切っていくが、岡田がドラをポン、ペイの後付けです。こういう判断がしっかりしてますね、うん、岡田は、うん、もうペイ泣かないとどっちみちこの手は死にって思ってるから、はい、もう言いそうだろうと、なんだろうと、はい、親がドラ切ってきたのと、うんうん、まだまあペイからポンできたらいいなとかっていろいろ考えて、なかなか思い切れないこともそうですが、うん、ただ近藤もいいんです。いい、ね、どうローマンはね、切りづらいから、ローマン入った、ローマン入ったら3ピンか3ピン、うん、はい、3ピンの選択、流派もあったんだけど、はい、流派はやっぱりね、仕掛けに対してちょっと、うん、明らかに役牌絡みか、トイトイかって感じですもんね、はい、大体役牌ね、ダブルバックとかありそうな感じ。うわ、赤受け打つかも、トップ目だし打たない、手堅い、流派のポンテンは考えずですね、はい、菅原も進んだ明本チートイチのリャンシャンテンとなりました。岡田は手だけ見てるとピンズの本一だけどね、ドラポンしてイソポンだから、ね、見せてるところがピンズじゃないですもんねさあ、これは菅原も行きそうですね、ある程度勝負には出そう、ね、ドラのポンをされていますが、うん、ペイはどこへ行ったんだろう。さあ、川原いいシャンテン、今かちゃんとがない形です。うん、頭欲しいね、欲しいですね。牛丼は痛いした赤ピン切っとけばね、まあ、これでも2ピン金かな、もう1回です、ね、はい、2ピンとなりました、うん、ちょっと行って遅れました。6、9ピンこの間出ないでって感じですよね。出たり嫌ですね、うん、出そう出そう言うと出そう、なんか役割にしたかったから、はい、3ピン切る手もあったかもね。ああ、でもいや、両面リーチピンズとしては相当いいんですよね、はい、まあ素直入ピンだったか。おお、川原は親でイーシャンテンでした。止めたペー、ショーパイのペー持ってきて切らなかったです。おっと、ちゃんとはないですが、うん、
えらいね。そしてローピンをチーした。近藤がチーして現状パーピン短期でテンパイを入れてます。竜は赤位置だってまだ白か竜派かペーか分かんなかったもんね。分からないです、うん、止めてます。でもペーチャだからペーは相当あるってことですよね、はい、さあここであ白短期に変えた。今切られた。でもこれ統一なんだよね。切られることないですね。切られることないですよ、はい、これでも永遠に白短期になりそう。変えることがあるか。いやないでしょう。もう岡田のやっぱりね、はい、ドラポンの白だから岡田に対して、はい、切りす。でもウーソーだったらウッパーソー両面になりますよ。あこれあいや勝負しますか。なんか勝負しました。ウッパーソー待ちに待ちが変わりました。白ポンせず。すごいですね。もうチートイチートにしたんだ。なんか自敗が岡田に切りづらいのもありますか。リューハーがちょっと切れないですか ね、うん、ね心配。さあ今度ウッパーソーパーソーをアンコにした。大丈夫白スルーした、ね、今シャアのアンコ落とししたところだったんです。アンコ1枚切ってました。さあ初赤赤3900の上がり。近藤がまたしも決めた、ね、これはちょっと盲点、はい、遊び気なんですよねウーソーはね、はい、もうゴロチって完成しているところでチーソーを切ってそっからだからまあ今のはちょっとしょうがない、ね、かなりいい待ちでしたね。いい待ちになっちゃいましたね。そしてこのハイパイです。上がり上げないよね。何4曲近藤の山のドラリアンマン白があんこ一瞬リョンション点リョン点かな。四五かなんか見えるドラもあったね。はい岡田もドラリアンマン菅原がマンツも、はい、岡田もマンツも川原は羽根つもでトップですね。みんなチャンスがありますね、うん、羽根つも岡田が手良かったね、まあ、近藤が一番いいか。でも近藤がもう、うん、岡田もでもどっちつも次第ですね。岡田も確かにいいですね。岡田も行くでしょう。これは手が入ってるだけにでもぶつかるかもしれないね。これは近藤も降りることはそうそうなさそうです。いやーリーチ入ったらねどうかわかんない。白あるから、うん、どうかな。やっぱ補充して、まあ、2ランクダウンは4着まで見えますか。いやいや4着あんまりないんですけど、まあ2着ですよね、はい、大体漫画と想定したらね、はい、羽マンはラスになる可能性もあるけど、はい、打ちどころによってはすぐ羽マンとかがこうできちゃうルールなので、うんうん、そうなんだよね。マンツモぐらいね軽く出そうだから、うん、まあその時の形にもよると思いますけど、うん、全然降りる選択もあると思います、はい、さすがわら。ああ嬉しい。パーマンを引き入れていいシャンテンです。どっちを残しましょう。どう残しましょう。ウーマン、はい、いやーソースが多めに切られてますね。皮にはウーマンかソースは残した。メンピンツもイーペーコードライチマンガンですね。クリア、うん、さあ近藤はこれは仕掛けてまで進めますかね。仕掛けていきますね。カンサンマンチーのフォーメーションしてますよね。マンズを少し離せって話で、うん、リャンマン引けと仕頃もあるし、うん、ドラドラだし超高い点になって、はい、っていうことですね。この数層が危ないかも。さあ川原もパーソーを引き入れてイーシャンテンです。これカンウーマンはチーしないのかな。さすがにしないのか、うん、カンサンマンだけか。3万ドラを使チーソーチーあー来 た岡田のリーチリャンウーピン待ち。出上がりはダメですよ。どうするんだろう。出上がりはどうするんですかね。どうしましょう。逃すんですか。出上がりリャンウーピンをどうするか。シャアはウーマンぐらいでいいですか。まあ通りそうだけどな。でも打ったらなって感じですね。まずは現物シャア通りました。一発はありません。1、2、3、4、5、3枚残り3枚。ウーピンが残ってないですね。ウーピンが残ってないですがリャンピンが3枚残っています。
積もれるか岡田。積もれるか岡田もポイント的に欲しいですからね。トップ欲しいですからね、はい、この辺から巻き返しとかないと。前回までの成績が今名前の上に出ています、うん、ここはプラス欲しいところ。パワーから行ったな。へー、パワー、もう絶対ドラだけは打たないっていう構えですね。一応筋の範囲ではありますね。白、あ、シャー打ってもね、よかったんですけど、はい、シャーは通りますからね。白があるからね、もう誰が来ても3回はしのげるっていうね。川原いいシャンテン。いいシャンテンですが、もうちょっと打点欲しいですか。打点がね、でも2着になるから、うんうんうん、リーチ棒が出ているので、やめだ。3品は闇点を警戒してる、はい、川原がちょっと押してるから、はい、川原の受け駒ですね。うん、うん、やめたって感じ。いや、馬がやっぱ川原に闇点マンガンとかね、嫌だってことでしょ。なんか嘘、確かに近藤川原満願だったら川原トップですもんね、はい、直撃で。リーチしそうだけどな。でもそうですね、うん、川原がもし転敗していたら、満願転敗したらね、はい、リーチとなりそうですが、どうなんですかね。現物でいい街で待ってる可能性もあるから、はい、本当に手堅く手堅くいきましたね今度は。さあチーピンは来ましたね、無筋です。休めだからね、行きやすいんですよね、もう。そうですね、困ったぞって感じじゃないですか。降りててもこのままラスになってしまいますからね。さあ菅原はこれ天敗能天で3着か。でも打ったらラスになるからやっぱいけないってことですよね。川原天パらず、天パらない。そしてリャンピンは、リャンピン減ってないですね。まだ3枚、はい、あとと残り積もが3回引けるか。引けば OK ですもんね。もう OK です、すぐクリア。菅原もダメだな、テンパしないな。引きそうな感じ。テンパるか、そろそろテンパらないと。あ、テンパった。テンパした。これはマンガンマッチ、ドラ引きは嬉しい。マンガンもある。さあ3品を切って川原がリーチ。これはなんか決着しそう、つきそうですね。イスマもいい街だね。イーマンが場に2枚切られている。でもリャンピンもあるし、どっちもあるんです。1,2 数万がない。どっちだ、イーマンだけですね。イーマンだけ、イーマンが2枚。あ、1枚だ、1枚でした。リャンピンでした。リャンピン、岡田の上がりとなった。でも出上がりはトップにはならない。リーチ、タンヤをピンフ、赤裏は乗りませんでした。8000の上がりを決めました、岡田。さあ85回戦が終了しました。85歳決戦、トップは近藤、2着に岡田、3着菅原、4着川原という並びとなりました。